リアトイプ、ミッシーとにかくですね、最近は私ね、このブツブツだけじゃないんです。この背中のこの辺にもシミ、わもうね、この辺がね、500くらいの身の回りの世話をですね、深田元子というです、元オールナイトやってるんです、こいつが、またか、ちゃんとアイロンかけて言ってるもうこれ最近いい気になってます、すっとこれです、危ない危ない、こっちだ、コマーシャル出てますからね、こいつは。それのギャラはどうなってるのかちょっと不思議です、さあ続いて迫ってんじゃないよ、オリニーズの逆襲バージョン。今日はちょっと違います、いつもと。オイニーズの逆襲バージョンでございます。オイニーズってすごいね、でも。そうですね、もう新聞のテレビ欄にも載ってます。おにゃんこの欠点を馬鹿にしながら、八幕を競ってしまうという新鋭バッテリーで、今週はオイニーズの逆襲バージョンです。まずは、シミブツオイニーチームの石橋貴明選手。はい、あ、お、カットはカットしました。いいですか。そして、チリチリオイニーチーム、木梨憲武選手。あのね、はいはい、このコーナーね、お嬢がやめろって。あれ、このコーナーはヒューヒュー熱いての方はやめようとおっしゃってたんです。これもこれも面白くない。少女隊の子が来てるよ。あ、そうか、やってみましょう。一応、チリチリオイニチームはタカさんの悪口を、シミブツオイニチームはノリさんの悪口をかましてください。それではまずチリチリオイニチームからどうぞ。はい、辰巳選手どうぞ。辰巳、はい、行きましょう。今日はね、この前に一言言いたいことがある。お、新しい。ちょっとね、打ち合わせない。ない。ね、ムカついた。ちょっとね、はっきり言ってね、今までね、今まではね、冗談で済んでたけどね、昨日のね、あれでちょっとムカついてんの。何？昨日のあれで。昨日のね、打ち合わせにありません。マジに喧嘩しています。本当に鼻が立ったんだ。何言ってんの？私のどこが鼻が高くなってんの？俺がいつ言ったんだよ、バカ。この話を後でやるという、港ディレクターの声が飛んでおります。いいな、いいな、いいな。これは本当の喧嘩でございます。さあ、それでは気分をパーッと変えていきましょう。言ったね。辰巳選手、どうぞ。まさかが憧れの萩原健一さんと対談して何も喋れずに目に涙を溜めてんじゃねえよ。もうこの野郎、お前。やる気になってやれよ、てめえ、タコスケ。さあ、このネタにはもう一本あるようでございます。はい、もう一本いってみましょう。はい、それから萩原健一さんの目の前で本人の真似をして、俺をそんな風に、俺はそんな風に喋んじゃねえよとか、ちゃんと喋るよタコスケてね。さあ、それでは宇都宮選手行ってみましょう。ほんとね、長いことやめてやるぞこのコーナー。あー、いいな。椅子が飛びました。やめてしまいました。ということでございまして、今日のコーナーは終わりでございます。ご苦労様でございました。